どうもこんにちはこんばんは、私です。今回は、私の好きな武器、MCX を使っていこうと思います。MCX 好きだったのか、意外だな。この見た目、音、最高ですよね。ということで早速カスタムしていきます。まずはアダプタをつけてアドバンスドチューブをつけます。そこにお好きな色の MOE ストックをつけていきます。リコイルパッドもお忘れなく、そしたらハンドガードを長い方に変えて、ピストルグリップを GRALS にします。そんで先っぽに専用のマズルアダプターをつけて、そこにサプレッサーとマズルブレーキをつけます。あとはレールをつけている50種の人は SE を、反動をもう少し下げたい人は CQR をおすすめします。私は反動1くらいしか変わらないから SE を使ってますね。だが 800rpm でこの反動はなかなか暴れそうだな。そうですね、でもこのゲーム反動低くても中距離以降は当たりませんしね。近中距離戦えればいいと。そうそう、あとはお好きなサイトとタクティカルデバイスをつけてもらえば完成です。あ、忘れてましたがアイアンサイトつけると L5 少し上がるのでよければ、そして気になるお値段。大体本体代込みで22万円くらいですかね。意外と M4 とかと比べるとサプレッサーやハンドガードが高くないからいいな。そうだねそうだね。それで試射していきましょう。そして今回使う弾はこちら。お、今シーズンすごい強そうな弾だな。そうなんですよね。今シーズンは4カボアーマーに強い弾が強いので、ダメージも高く貫通力も5に対してなら十分なので私すごい期待してます。貫通力が2ほど低いが 7.62×39mm の BP を高発射レートで撃てるみたいで強そうだな。ですよね、値段もそこまで高すぎないから弾を買いだめとけば重要できそう。あ、今回もこの時間に少しお話を。今期終盤に差し掛かってきましたよね。私タルコフするのは好きだからやってるんですが、動画を作るモチベが減ってきてしまって、これから動画は週1もしくは2週間に1回くらいになるかもしれません。他にも作りたい動画もありますし。まあ、いい感じのレイドがあったりしたら動画にはするだろうな。そうだね、だから視聴者の皆さん、気長に待っていてください、というお知らせでした。ということで反動はこんな感じ。結構ばらけてはいるが声量うまくすれば全然大丈夫そうだな。あとたまにランダムリコイルで横にすごいブレることがあるので、そこだけ注意かな。しゃがみの制御とか横に飛んだもんな。いやー、意外と運要素もあるの怖いから、次はリコイル重視カスタムしてみたいね。それじゃあ、レイドへ。あ、回復し忘れてた。たまにあるよな、セラキスとのクイックトリートメント忘れ。わざわざ黄色注射ささないといけないのめんどくさい。よし、とりあえず地下に行きますか。やば、これ中に人いるじゃん。体力減ってるから胴体と頭くらいは回復して戦いたいな。じゃあ回復したら行きますか。おし、頭は後でいいや、ということでこんにちは。おし、ケイソウさんか、びっくりした。二人だったな。三人寝いた時危ないから外で回復しよう。クリアリングしたけどいませんでした。ってことで装備拝見。ものすごい軽装だな。ドックタグだけもらおうかな。お次は少し装備固めてた人。結構カスタムした AK だな。15レベってことはフリマ解放祝いだったのかな。もしそうだったらかわいそうだな。まあ、アーマーはいいものを着るべきだって教訓になるといいけど。左から PMC らしき足音だね。ってことでグレ投げて詰めちゃおう。いないな。あって、おかしいな。この建物に入ったような気がしたんだけど。もしかして2階じゃないか。でもそんな足音じゃなかった気がするんだけど。ふわー、ビビらせやがって。モシンっぽい音だったな。ミニモシンだ。ミニモシンかわいいよな。強いかは置いといて。そうだね、いつかこれで成り上がり的なのしてみたい。おし、じゃあ地下行きますか。あ、また来た。壁にほとんど当たっちゃった。敵はパーティーだから車線を変えて一人ずつやる。こっちですよ。あ、このままもう一人持っていきたい。勝負じゃあ。勝負。まだ仲間がいるみたいだな。もう一回トライ。これまだ二人以上いるな。一度引いた方がいいと思うぞ。うわー、全くもってその通りでございます。
よし、とりあえず骨折も治ったからここから移動したい。ここだと外から魚振られたり回り込まれたりするからな。でも逃げて倒した敵の装備回収されて逃げられるのは嫌だな。とりあえず反対の入り口から部屋にでも入ろう。ここなら左壁できるし弾込めて様子見よう。なんかわかんないけど動いてはいるね。相手から詰めてくるわけじゃなさそうだな。もしかしたら引率の人は倒しちゃったのかな。ならグレ入れて様子見ようか。動かないしどこに隠れてるかわからないからもう一個。あ、多分右角にいるね。少し見に行こう。音全然出さないな。とりあえず弾ないから込めたらどうだ？うん、そうする。よし、勝負かけに行こう。グレに紛れて回り込むぞ。そこか？いた。か、硬い。いや、やりきれてない多分。エイムがやばいな。あ、詰めてきてる。仲間がカバーしてきたな。出てくる前から決め打ちだ。おっし。オッケー、なんか全部やれてる。イエーイ。今回なかなか大人数のパーティーだったな。マジでこんだけ敵がどかどか来ると楽しいね。それじゃあ回復したら漁っていきましょう。いやーにしてもこれ5人パーティーだったんだね。中で4人外で1人だからそうだろうな。マジでこれは MCX の強さ見せれたんじゃないでしょうか。最後の方クソエイムで当たってなかったけどな。まあ MCX は反動も大きいからそこを見せたというかなんというか。てかこの人 SKS フルカスですよ。そうだなー。てか5人もいたら漁るのも一苦労だね。いやー倒した後のこの漁りタイム楽しすぎる。これは、PMC か？ここで8人死んでるからスカブじゃないか？なら漁ってるところを増え撃ち。あれいない。なら突撃いい。私、ピースか嫌いです。なんか少し怪しかったな。まあ、このゲーム初段ヘッショなんてあるもんですから、私が初段ヘッショできなかったのが悪い。ということで MCX めっちゃ強いので皆さんも良ければ使ってみてください。しれっと通報。まあこれで確認は運営がしてくれるんでヤバいのは通報するべきと思ってます。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で。